マーガレットレア・セットンは、医師、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。女性を含む、最初の宇宙飛行士のグループに選ばれ、STS-51D、STS-42 ミッションスペシャリストとして、STS-58 にペイロードコマンダーとして参加した。宇宙飛行士であった期間の前後は、テネシー州、ミシシッピ州、テキサス州等で医師として活動している。 セットンは、テネシー州マーフリーズボロで生まれ、1956年にマーフリーズボロ中央高校を卒業した。1970年にカリフォルニア大学バークレー校で生理学の学士号を取得し、1973年にテネシー大学医学部で医学博士号を取得した。カリフォルニア大学バークレー校在学中、セットンは、 シグマカッパソロリティに所属していた。医学部卒業後、セトンは特に外科患者の栄養学に興味を持ちながら、メンフィスで外科のインターンシップ及び3年間の外科研修を行った。ミシシッピ州やテネシー州で、いくつかの病院の救急外科医を務めた。また、癌患者の栄養に対する放射線治療の効果についても研究を行った。 彼女は1978年1月に NASA の宇宙飛行士候補に選ばれ、1979年8月には正式に宇宙飛行士に選ばれた。彼女の NASA での仕事は、オービタやペイロードのソフトウェア、スペースシャトルのアビオニクス、フライトデータファイル、シャトルの医療キットとチェックリスト、打ち上げや、機関時のヘリコプターでの待機、STS-6 のサポート、 ミッションコントロールセンターでの通信員と非常に多岐にわたった。彼女は3度の宇宙飛行で722時間以上を宇宙で過ごした。1985年の STS-51D、1991年の STS-40 ではミッションスペシャリスト、1993年の STS-58 ではペイロードコマンダーを務めた。 1996年9月、彼女はテネシー州ナッシュビルのバンダービルト大学に派遣され、1998年4月にコロンビアに積み込まれた心臓血管の実験装置を開発した。セットオンは1997年11月に NASA を退職し、現在はバンダービルト大学で働いている。1978年のポートレート彼女は、 ニューヨーク州クーパーズタウン出身の元宇宙飛行士、ロバート・ギブソンと結婚した。エミリー・ギブソンを含む3人の子供がいる。父のエドワード・ C ・セットンは、妻のクレイトン・ダン・セットンと離婚し、マンフリーズ・ボロに住んでいる。夫の母、ポール・エギブソンは、カリフォルニア州シール・ビーチに住んでいる。ありがとうございます。